皆様こんにちは。ディオオーストラリアメルボルンシドニー留学センターです。本日は8月の様子をメルボルンとブリスベンスタッフが雑談形式でお届けいたします。それではどうぞ。見てわかるようにすごい結構人がね増えてきたんですよね。これバークストリートですかね。正解です。本当以前みたいに戻ってますよね。もう人がすっごい出てますね。ちょっといやそうなんですよね。もう結構皆さんマスクとかもしてらっしゃらなくてちらほらいますけれども、8月の時点でも結構寒いんですかね。やっぱメルボルン皆さんやっぱりコートとかニットとかもう本当に寒くって、朝晩とかはもちろん一桁5度とか7度8度とか、そうですね、お昼でも13度、14度ぐらいいったら暖かいかなって感じですね。結構雨も降ってますか8月。雨もそうなんですよ。結構ね1日のうちにちょろっとだけ降ったりしてるんで、うん、晴れたり曇ったり雨降ったりもう大変です。1日で四季が来ちゃいますねメルボルンは。そうですね、もうメルボルンの特徴ですね。特に冬はそんな感じです。こちらも8月に撮った動画ですね。見えてるのがこれセントラル駅、セントラルステーション。はい、すごいもう快晴ですね。やっぱメルボルンと一緒に動画見てるとなおさらもうピカーンって感じの快晴ですね。日中は本当に暖かくてもう20度全然超えてますし、まあもう本当に春に近づいてるなっていう風な感じで、花粉ももう飛んでるので、なんか見てる感じもそんなジャケット着てるっていうか半袖の方とかもいますよね。いますね。もう朝から半袖着てる方もいっぱいいるので。全然違いますね。全然違いますね。同じ国なのに。このバックストリートでバスキングされてる様子ですね。バスキングは、路上でパフォーマンスをするストリートパフォーマーのことを言いますね。オーディエンスもめちゃくちゃ集まっていて、一応なんかバックストリートでパフォーマンスをできる人はプロとして認められてて、半年以上のもう経験がある方ができるんですって。ビクトリア州はライセンスがいるんですよね。はい。でそのライセンスが一応短くて3ヶ月で、次が半年で1年間もあるのかな、そんな感じでスパンがあって取れるらしいんですけど、ちょうどメルボルン政府、まあ、シティカウンシルがその10月の末ぐらいまで無料でこのライセンスを発行してるんですよ。やっぱ街を盛り上げていこうっていう、スキルがある方とかはぜひちょっと調整していただきたいですね。見に行きたいですもん。